月です。はるです。はい、今回はですね、とあるものの食べ比べをしようと思います。なんだろう、なんだろう。じゃじゃん。プリンだ。 ABC と3つプリンがあります。このプリンの食べ比べをします。で、これがですね、値段がどれかが57円、どれかが198円、どれかが330円なんでございます。だからこれを食べて考えてここに書いてください。はい、それではどうぞ。いただきます。違う。こっちの方が甘い。甘い。なんか硬い。硬い。全然違う。うん。じゃあ B。うん。B っていう。B は分かる。うん。甘い。いつもの味。いつもの味。うん。これが一番安い。これ安い。これ分かるよ。なんでその安いのが分かるの？スーパーに売ってるやつやな。うん、そうなんだ。うん、下のさ、カラメルのところ食べてみて。カラメル？どう？うん、甘い。ああ、俺らがいつも食べてる。C と A のさ、カラメルの方も食べてみて。うん、大人の味する。大人の味するの？無理、食べない。大人の味はこれが一番食べそうね。書きたい。もう分かった。うん。じゃあ、うん、はい、よ、待てよ。いっせーので、じゃん。あつきは57円が B、198円が C、330円が A。 ココちゃんは57円が B、198円が A、330円が C。 はい、その理由を教えてください、ココちゃん。じゃあココは、だってこれいつもの味の。いつもの味。もういつも安っぽいプリンばっかり食べてるからもうバレてるじゃないですか。これは、あんまりシロップが混ぜてなかった。マジ？これまだシロップが良かった。じゃけど、これはダメだ。大人の味だったから高いってこと？うん、C の方が、カラメルの方が大人の味だった。うん、こっちの A の方がまだ美味しかった。はい、じゃあお兄さんは？俺は、B は家で食べとる、スーパーで売ってるやつ。C はなんか A よりもカラメルがちょっとだけ美味しかったけど、で、A はカラメルが大人の味したから330円だった。おー、なるほど。で、食べましょうか。いいですか？はい、どっちだろう。じゃあ1個57円のプリンを紹介します。なるほど。じゃーん、 B です。まあまあ、B はプッチンプリンでした。やっぱりな。やっぱり。よう分かったな。だってさ、これさ、下にさ、棒があるけどさ、見えやすいよ。あ、もう形で分かった。うん、味じゃなくて。うん。他のやつないやん。ああ、そういうこと、分かった。じゃあ次、じゃあ高いのを言おうか。一番高いのを言おうか。うん、あ、それはない、それはない。
はモロゾフのプリンです。ここ2個は当たった。誰ってその一番高いのは百貨店で売っているプリンです。198円の C はライフで売っているプリンでした。あそこ座って買ったまこちゃんねです。はい、ということで、あつき大正解でした。パチ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 。ママは A が食べたいな、うん、ママは A が食べたいな。あげる。ありがとう。あげる。あ、ありがとう。美味しいやろ。カラメル以外美味しい。カラメルが苦い。苦い。プッチンプリンは美味しい。甘い、うん、まだまだ子供やな、うん、そまたやろう。次なの？またやろう。何がいい？次キュウリ。いや難しいな。キュウリ。キュウリはむずい。キュウリはむずい。ピーマン無理だ。難しいな。じゃあ次は果物。果物でやりたい。あー、いいね。はい、ということで今回はプリンの食べ比べをしました。結構あっとったね。イエーイ。ふぅ、全部全部あっとったな。ここは2個、うん、そうね。え、一緒に1個やな。2個間違えとったな。またやりましょう。はい、グッドボタンとチャンネル登録も押してね。バイバイ。さよなら。ママライフで撮影体験をしたい方はぜひ概要欄からご応募ください。